ダブルプレー賞は、カゴメカゴメカゴメ。昨日は粘りのあるいいゲームでした。まあ、その昨日のゲームを生かす残りと今日のゲーム試合です。昨日は2点差だったんですけど、今日は4点差で勝ちましょう。ね、もっとええやろ。今日は5点差で勝ちましょう。いいですか？はい、行きます。最高！お願いします。お願いします。そして最下位に
ビシエド選手のリードがありました。大きな先制点になったんじゃないでしょうか。はい、やっぱりあの先制点取ってもらえると自分自身も投げやすいですし、でも3回の時点では自分のもうピッチングが全然だったので喜びというよりはまだまだちゃんと投げないといけないなという気持ちの方が強かったです。そして6回には自ら追加点となる犠牲フライを打ちました。チャンスの場面での打席、どんな気持ちで打席に入りましたか。日頃から打撃コーチに打撃を教えてもらってますし、あそこで点取るのと取らないのでは全然違うと思うので、はい、もう野手の気持ちで打席に立ちました。そして今日5月1日は柳裕也プロジェクトの一環として交通事故に遭われてしご家族が遭われてしまったご家族の方、お子さんの方も招待している中でご自身が白星をプレゼントという形になりました。そのあたりはいかがでしょう。はい、いい姿を見せれて良かったと思います。自分の誕生日は打たれましたが、こういう日にいい姿を見せれて良かったなと思います。そうですね、チャンスで回してもらったので、とにかく点を取ろうと気合い入れてみました。やはり投手もしっかり投げてたので、先制点が取れてよかったと思います。あの場面は、岡林選手、石川昂弥選手の連打でチャンスで回ってきました。ドラゴンズは若手がどんどん台頭してきています。そのあたりのチーム状況を、石川さんはどのように考えていますか。Touch to win big and tremendo deseo de jugar por el gol. Lo más importante es que le están dando la oportunidad y le están jugando bien, ¿no? Y el equipo en general le está jugando bien. Yo creo que seguir adelante y ellos darlo todo en terreno y más contento con eso. Honestly, ahora los jugadores están haciendo bien. Honestly, ganar por el gol va a ser un gran logro para mí y para el equipo. Yo también quiero seguir adelante. Uno no empieza como uno quiere, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener mente positiva y gracias a él por estar, mantenerme ahí en cuarto bateador, ¿no? La confianza que nunca se ha ido y nada, seguir adelante, la temporada es larga y ayudar al equipo en todo lo que pueda, ¿no? そうですね、開幕から4番を打たせてもらって、なかなか結果出ず悔しい思いをしました。皆さんにも辛い思いをさせたと思います。このシーズンはまだまだ長いと思います。もっともっと打ってチームを活躍したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。チームは再び貯金を打ち止めました。そして日曜日はこれで5戦負けなし全勝となりました。それでは最後に番組動画の中へお越しの大勢のファンの皆さんにメッセージを一言ずついただきたいと思います。まずは柳選手お願いします。本当にたくさんのファンの皆さんに、ドームに来てもらって、その中でいい試合を見せることができて、よかったです。日曜日負けないように頑張ります。応援よろしくお願いします。続いて吉井選手お願いします。Gracias por todo el apoyo, ¿no? Y el equipo sigue apoyando el equipo como están apoyando y la verdad que agradecido con todos los fans y que nos sigan apoyando y muchas gracias.本当にファンの皆様、いつもいい時も悪い時も素晴らしい応援ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
疲れ様でした。はい、しまた日曜日に、はい、勝ちを続けられましたけど、え、よかったです。はい、こう日曜当番また戻ってきたじゃないですか。はいはい、なんかこう気持ち的に、まああのキャンプの時に、こう日曜日任せるからって言われた時にこう、まあ、日曜日に投げる、こう意味というかそういうのをまあ自分でも考えましたし、監督持ち合いヘッドにも、まあ、考えを言ってもらってまあ、それを意気に感じてこう感じてるので、まあ、自分でまあ、そういう意味ではこうしっかり責任を持って頑張りたいなと思ってます。キャンプ中にそういう話があったって感じですか。日曜日、はい、大事にしていってそこを任せたいっていう話だったんですか。はいはい、前回の登板から少し日曜日になるためにちょっと空きましたけど、はい、こうどういう気持ちで調整されてました。いや前回本当に打ち込まれてもうすごい、まあ中8日になったんですけどもすごい1週間というか8日間ずっとこうフラストレーションのたまる、8日間を過ごして、まあ、家でもイライラしたりしてしまってこう、まあ、なかなかこういい1週間は過ごしてなかったですけど、まあ、野球で結果を出してやり返すことができて、まあ、よかったかなと思ってます。先発の方ってこう週に1回とか期間が空く中で、はい、なかなか気持ちをこう勝った1週間はいいですけど、はいはい、そうです。なかなか難しいですよね。そうですね、まあ、打ち込まれた1週間っていうのは、まあ、すごい長く感じますし、まあ、やり返すのは今日しかなかったので、はい、もう相当、はい、相当な気持ちで今日は投げました。次の1週間は少し、まあ、気持ちも、いやでもまあ結局、まあ、いつやられるか分かんない世界なので、はい、もう全然満足せずに、まあいう気持ちを忘れずにこのまた次の登板に向けても頑張りたいなと思ってます。あとピッチングというよりはバッティングも、はい、そうですね、打点つきましたね。まあでも結構浅かったんですけどフライが、まあよく走ってもらったと思いますし、はい、よかったと思います。はい、当たり的には結構こう頭抜けたかなっていうような、全然僕は思ってないです。もう全然当たってないですし、まあ、はい、気合で外野まで持っていきましょう。さすが二刀流として、本当に忙しいです。またこう登場曲、はい、打席での登場曲、はい、いやはい、日曜日なんで日曜日にしました。はい、結構歌詞もこうなんか普段のいやまあほのぼのするようなね歌詞なんです。歌詞なんですけど、はい、その辺も好きでっていう感じですか。まあ、バックナンバーがまあ好きなんで、はい、日曜日っていう歌があるのでそれにしました。いやその今年は特にこう大事な日曜日というか投げることも多いですし、はい、まあ、日程がどうなるかは分かんないですけど、まあはい、まあ、曜日に限らず一生懸命任された試合では投げたいと思ってます。今季最多のお客さんが、あ、本当ですか。いや本当に昨日もこうテレビで見ててもうすごい多いなと思ったんですけど、やっぱり今日グラウンドに出て、すごいなんか久しぶりにこんなにたくさんの人がいるなっていうふうに思いましたし、まあ、本当にこういうたくさん来てもらった人のためにも頑張りたいなと思いました。お子さんとかに見せる姿ってこうずっとこう大事にされてると思うんですけど、はいはい、今日の試合がこうかなり思い出に残るような感じだったんじゃないですかね。見せれたんじゃないですか。いやまあはい、まあ、自分たちが頑張って、誰かがいい思い出にしてくれたら、はい、いいなと思ってます。では、まあ、ファンの皆さん、来ていただいたファンの皆さんや中継などで応援してくれたファンの皆さんにメッセージいただけますか。はい、今日も応援ありがとうございました。まあ、次もいいピッチングができるようにチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。サンデーユーヤ引き続き思います。応援ありがとうございました。ドラホ、ありがとうございました。